空いてたな。よし、買い行くか。買いに行きますか。じゃあミラクル再放送。わらじってのはカツだね。カツがすごい平ったく、なんかわら昔のわらじっていうあの草履みたいなやつあった、ね、あれっぽいからわらじカツって言われてるんです。味噌ポテトいかがですか。手作りの味噌ポテトです。いかがでしょうか。いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。どうしよう、かき氷にしようか、ソフトクリームしようか、悩むな。あ、はい、ブルーハワイのかき氷、はい、お一つ、はい、ソフトクリーム付きっていうのもできますけど、どうしましょうです。ソフトクリーム付き、手作りのお弁当で、上に乗る感じですか。そうですね。あ、じゃあそれでやってみますか。はい、わらじのダブル弁当、ブルーハワイがお一つ、わらじ弁当、豚味噌弁当、ブルーハワイですよね。あ、はい、3種類のお弁当、手作りのお弁当を用意してございます。いかがでしょうか。味噌ポテトいかがですか。あ、おいくらですかね。味噌ポテトです。あ、おいくらですか。600円。いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。お弁当です。手作りのお弁当、これだったら2つ買わなくて済むな。豚味噌わらじのダブル弁当、わらじ弁当、豚味噌弁当と3種類のお弁当、手作りのお弁当。あ、ラーメンもある。いかがでしょうか。ラーメンなんてさ、前食ったら美味しかったけど暑いからね。こんな暑い中食うの結構きつくないし、外で食うから。これいかがでしょうか。いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ、お弁当です。手作りのお弁当です。いかがですか。豚味噌わらじのダブル弁当、わらじ弁当、豚味噌。ブルーベリーだけ100円高い。3種類のお弁当、手作りのお弁当。秩父産のやつ使用してるからか。いかがでしょうか。味噌ポテトいかがですか。手作りの味噌ポテトです。いかがでしょうか。いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。お弁当です。手作りのお弁当です。いかがですか。豚味噌わらじのダブル弁当、まさかのテープ、わらじ弁当、この子、豚味噌弁当と3種類のお弁当、手作りのお弁当を用意してございます。いかがでしょうか。どうぞ。味噌ポテトいかがですか。はい、ありがとう。ありがとうございます。味噌ポテトです。いかがでしょうか。なんだこれ、なんだこれ、量はあるけどさ、ソフトクリームってこれだけで100円か。いや、全体の量は半端ないけど。ソフトクリーム自体ここ300円するからね、そもそも。
買ってきました。全体の量は半端ないですけど、なんかソフトクリームがちょこんと乗って、これで100円って考えるとちょっとだけあれだけど、そんな量ないですよね。ソフトクリーム自体が300円だからこんなもんかな。ヒコマロに似てきた。マジっすか。ヒコマロ、ちょっと待って、どうやって固定する。ちょっと待ってください。広角使うか。広角どこだ。あれ、あ、広角どっか行っちゃったな。あれ、多分持ってきて、あー、もうどっか行っちゃった。しょうがないな。これか、あった。キヨのシロップって色が違うだけで全部同じ味。それはじめ社長とかになってたから、あれガセだからね。味全部違うから。それガセです。ガセ情報に踊らせてますよ。踊らされてますよ。嘘だと思うんだったら、ブルーハワイイチゴメロンを目を閉じて食べてみて、あの誰かにランダムでね、こう口にやられて食べてみ、絶対味判別効くから。レモンとかいろいろあるけど、あれ味全部違うから。はじめ社長がやってたけど、それ嘘、ガセよあれ。嘘だと思ったらやってみ、完璧にわかるから。俺前やったけど全然味違うよ、うん、あれガセです。うん、うまい。チャレンジとかしない。こんなのだってこれ、いや味わいたいでしょこれ。こんな一気に食うもんじゃないよこれ。味わいたいよ普通に。美味しい。早食いとかね、大食いとか邪道ですよ。食べ物に感謝しながら食べないといけないんだから。食べ物に感謝して食べないと。うん、うまい。うん、遠く目の方、やったー、応援花火かなこれ。やったー、ボーナス50ポイント、やった。せぎょう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 、あれさ、ボーナス50ポイントってこれ、お金の50ポイントなのかな。うまこれって、お金なのか、それともランキングポイントなのか分かんないけど、あ、ふわっちポイント、やった、お金だ。アイスはトッピングでつけました。うん、あ、おいしい。こんなかき氷嬉しいね。汁っていうかシロップがちゃんとめっちゃかけてくれてる。なんかさ、かき氷屋でさ、すっげーシロップ少ないとことかない？
どんだけケチってんだよみたいな。シロップ代なんか高が知れてるだろうに、そもそもかけ氷自体がさ、なんかぼったくりみたいな価格じゃん、原価考えたら。そんなシロップケチるぐらいケチるとこたまにあるからね。うん、これちゃんとめっちゃかけてくれてる、これ嬉しいね。うん、あーはっ、あー服に、あー服に青いのがついちゃった、最悪だ。まあいっか。うん、かき氷はね、原価考えたらなかなかね、こんなんマジでいくらだよってぐらいの原価だから。50円ぐらい、え、か、これどうなんだろう。まあ、このソフトクリームもあるけどね、100円は絶対しない。100円なんかするわけない。このスプーンとこの器考えても100円は絶対しない。リゴリ雨なんてないだろ、溶けるわ。かき氷は確かにボロ儲けっすよね。かき氷はやりたいね。かき氷やったら超儲かんじゃない、売れれば。夏場とかだったら多分超儲かるよね。笑いが止まらないでしょ。だってこんなの原価100円もしないのをさ、500円とかで売るんだからさ。まあだってもう10、2個売っただけでもう100円ぐらい、あ、1000円ぐらい儲けられるでしょ、500円だったら。完食しました。いやー、うまかったね。いやー、もう終わったんですけど。もう終わったんですけど。もう終わったんですけど、どうしたらいいですか。いや、ラーメンはいいよ。もうなんかこんな暑いのに食いたくないよ、ラーメンなんて。あ、風船どうも。こんな暑い日にラーメンなんか食いたくないって。うん、しかもこれ外で食うからね。このラーメン外で食うから暑、まあ今日はまだそんな、まな、なんかめちゃめちゃ暑い日ではないけど、いやでも十分暑いわ。こんなね、死ぬほど暑い日に比べればまだ涼しい方だけど、でも十分暑いし、うん、
ラーメンなんか食いたくないって、こんな暑いんやから。あれは外で食うんだよ、ここのラーメン。いや中にもあるけど、定食屋中に入れないしさ。外でラーメンとか食えないよ、暑いもんだって。よし帰るか。よし帰るか。川行こっか。じゃあ川に行こうか。あれモバイルバッテリー持ってこなかったかな。まあでもどっちにしろ充電まだ持つな。川にでも行きますか。じゃあ行って何すんのって感じだけど、じゃあ川に向かいましょう。いや、うまかったな。かき氷とアイス2つ食おうと思ったんだけどさ、かき氷の上にアイス乗ってたし、なんかもういいかなって感じ。あとやっぱかき氷結構量あるからね。なんだかんだ結構量あったんで。なんだ後ろの人なんで移動しないんだ。ああそういうことか、出れてないのか。わあ、可愛らしい女の子とデートやないか。ショートカットが可愛い子やん。よっ。
マジでゴミ配信の連発やな。これでるな。今日平日だよな。いや、そんな混んでないか。
なんだ前の車なんでこんな遅いんや。何してるんや前の車。曲がるんかい。
か行かなくていいか。ぶっちゃけ行っても何もなんないからな。帰るか。行ったところで考えてみたら何もなんないし、ただ暑いしね。別に行ったところで何もないし、なんかあるんだったらまたしも。またくだらない一日が終わりますよ。毎日ほんとくだらないな。帰ってきた。はあ。いや、乾いても何もすることないですよ。鼻から別に行っても面白くないと思ってたんで、何もやることないから乾いこうかなって言ったけど、ぶっちゃけ行ったところで何もないし、ただ暑いだけだし、考えてみたら。よいしょ。はあ、帰ってきましたよ。今日もまたくだらない一日が終わる。これで終わりますよ。行ったとこで何もないからね、正直。子供の頃はね、川行って遊んでたりとかしたけども、大人になったら別に楽しめないからね。子供の頃って本当すごかったなと思う、今思えば。だって 川で遊んでて普通にそれなりの楽しさはあったから、何が今思えば楽しかったんだろうって感じだわ。今冷静に考えたら、帰ってきたよ。帰ってきました。もうこんな配信やだ。もう毎日こんな配信やりたいわけでやって、全然やりたくないからね。本当にやりたくてやってないから、こんなで配信なんか撮りたくない。毎日マジ配信なんかやめたい。本当疲れるだけじゃなく、もう苦痛なだけだもん。枠つけてると本当きつい。これで稼げなかったらもうマジでやってる意味がない。いや、意味がないってか、ただ苦痛なだけだからね。やばいわ本当に。マジやばいっしょ。
なんかもう昔みたいな超ミラクルハイパー爆投げとか来ないかな。昔みたいなもう1日でもう数十万稼いで当たり前みたいな。最高100万ぐらいいったからね。そんな時来ないかな。もうやっててなんかもう生きがいが、やってて生きがいって何なのな、なのなって。ふわっちやってて多分爆投げが来ないと結局生きがいになんないよね。生きがいっていうか、お金のためにやってるのにお金になんなかったらもう生きがいというか何もないというか。どうするかマジで終わるかもちょっとトイレ行きたい。トイレ行きたいけどトイレ行くのもめんどくせえ。ああトイレ行くのもめんどくさい。トイレ行くのもめんどくさい。